果たしてそなたはどう生きる。空腹も老いも痛みも誰をなくす悲しみもなく、次なだけ見て遊び三昧。憧れか。叶えたくば行くがよい。意外な答えがそこにあろうぞ。いざ蓮と共に遥か西へ、火の鳥の国へ。なぜそこにしか愛は、夢は。